ただいま10時7分です。このようなとこに来てます。興津西港です。釣りしている人がですね、市場の近くはですねいないですね。いやーでもちょっと風があるけど今日いい天気です。東港はですね、東港も人いなさそうですね。やっぱり風がちょっと強いんですかね。先ほど上がってきた人がいたんですが、やっぱフグばっかりだって言ってましたね。ということでちょっと先端に一人ですねいらっしゃるんで行ってみたいと思います。その前にですね、どんな感じかというと、水はですね、まあ、澄んでるんですけど、やっぱり春なんで藻が結構生えてますね。これ投げ釣りは無理ですね。中層を狙うしかないですね。じゃあちょっとですね行ってみようかな。一応こういう注意事項がですねどこにでもありますね、はい、皆さんこれ守ってですね釣りしてください。バーベキューは禁止です。結構いいとこなんですけどね、昔はですねよく来たんですよ、夜釣りやりに。ただですね、やっぱ先端が釣れるんですけど、先端はいつも人が入っててですねなかなかできないんですよね。いやーすごく景色のいいとこです。いやー綺麗なとこですね。干潮になったらちょっと磯遊びできそうですね。それではですねちょっと行ってみたいと思います。角を曲がってですね、いやどうですね、鳥がいるのか。そうです、ちょっと風があるからきついですね。釣り人がですね一人しかいないですね。釣れてないのかな。上へ歩いていくしかないんだ。あ、風が強いですね。結構。もう大丈夫ですか。夜やっぱ気をつけていかないと辛いですね。いやーこんな感じです。もう完全に外海なんですよ。ここ昔ここからよくですね。投げさびきで夜釣りでアジ狙ってたんですけど、あんまりいいチョークはなかったですね。アオリも結構ですね上がってましたね昔は。いや景色いいとこですね、いや人いるからちょっと聞いてみますかね。こんにちは。どうですか。なんかアジが釣れてるってさっき帰った人が言ってましたけど、釣れてます。ちょっと見
してもらってもいいですか。これですか。中ですか。完全には今1個しか入ってないですね。クラブックスの中に入ってます。どのくらいのサイズですか。ちょっと待ってください。はい。すいません。いやでも結構風が吹いてきましたね。そうですね。雪でもうちょっと弱かったんですけど。何時頃からやらせていられてるんですか。ここは5時ぐらいからですかね。ああ。ああ、すいません、ちょっと20匹ぐらいですかね。それでも20匹ぐらいいますかね。あ、10匹ぐらいですかね。10匹ちょっとですか。ああ、このサイズですか、やっぱり。そうですね。あ、はい、どうもすいません。はい。仕掛けは、あ、深瀬でやってるんですか。そうです、そうです。深瀬で、サビキじゃなくて。ちょっと目的はちょっと違ってたんですけどね。メジナカなんか狙ってたんですか。そうです、そうです。あ、ちょっと味が強いんで味に切り替えただけです。あ、そうですか、はい、でもいいですね、ここで独占状態で釣りができて、ちょっと風が吹き始めてね、辛いですけどね。そうですね、向かい風なんでちょっとやる。あ、そうですね、そうか、こっちからで向かい風か。はい、どうもすみません、ありがとうございました。最近ここよく来るんですか。風よけのために来てるような。ああ、何釣れてます、最近。やっぱアジとかですか。そうですね、道路目からやっぱアジ狙いに来てますよね。ああ、やっぱりね。どうもすみません、ありがとうございました、はい、ということでアジが釣れてましたね。ただサイズがですね、まあ、10センチちょいぐらいっていう感じでしたね。もうちょっと勝浦より、勝浦漁港寄りの方が釣果はいいのかなっていう感じです。景色がいいんですよ、ここ。風がないとね、最高ですね。ただちょっと気をつけないと、堤防がかなり傷んでるんで、ここで釣る人はですね、気をつけて釣りしてください。よいしょ。ここ浅そうだね。浅いんだね。あれ、いなくなっちゃったよ、あの人。まさか落ちたんじゃないだろうな。あれ、大丈夫かな。あれ、いなくなっちゃったよ。あれ、あ、よかった、こっちに帰ってきてた。落ちたのかと思った。はい、ということで沖津西港、アジが釣れてました。以上です。東港いないのかな。東港知ってる人いるかな。向こうがですね、キツの東港になりますけど、知ってる人いますかね。知ってる人いなそうですね。で、向こう側はですね、沖津東港になるんですが、先ほど釣りしてる人が一人だけいましたね。一人だけいますけど、やっぱり風強いんで避けてるんですかね。はい、
のですね、ヘッドランドのところですね。ここも投げ釣りとかでキス狙いとかやってる人いるんですけど、今日はいないですね。風出てきましたからね。ただ水は綺麗ですね。はい、ということで興津エリア以上となります。アムラーメンでした。